2014年イベロアメリカ首脳会議は1991年よりスペインポルトガルとその両国の旧植民地であるラテンアメリカ諸国が参加して開催されている国際会議イベロアメリカサミットとも呼ばれる1996年以降は毎年11月に開催されることが多いが10月に前倒しされることもある2011年イベロアメリカとはとしては イベリア半島アメリカ州のことであり、スペイン、ポルトガル、並びにアメリカ大州に位置する両国の旧植民地諸国の総称、現在に至るまで文化的、経済的、政治的つながりが非常に強いこの地域の首脳が一堂に会することで参加国間の国際協力を推進する目的がある。 ポルトガルやブラジルの代表はポルトガル語で、それ以外の国の代表はスペイン語で発言するが、スペイン語とポルトガル語は非常に似ており相互理解もたやすいため、この国際会議は基本的に通訳なしで実施されている。2001年にプエルトリコがオブザーバーとして、2004年よりアンドラが正式加盟国として、そして2009年よりフィリピンと赤道ギニアがオブザーバーとなった。 これまではスペイン語あるいはポルトガル語を公用語とするイベリア半島あるいは中南米の国だけの会議であったがアジアに位置するフィリピンと赤道ギニアが準加盟国となったことから今後はアンモラやモザンビークなどアフリカのポルトガル語諸国や東ティモールなどの加盟が予想されすでに東ティモール赤道ギニアベリーズが加盟を申請しているその他域内諸国と関係の深い 日本、ベルギー、フランス、ハイチ、イタリア、モロッコ、オランダ、フィリピンがオブザーバーとして参加している。ラテンアメリカの加盟国ヨーロッパの加盟国オブザーバー、加盟新請国将来に参加する可能性のある国2010年12月3日4日、テーマ、社会的包摂のための教育、外相会議、アルゼンチンのフェルナンデス大統領会会挨拶、最終文書採択など。 2011年11月28日29日、テーマは国家の変革と開発。ルゴ大統領は開会挨拶で、これまでアメリカが押し付けてきた新自由主義政策を批判し、弱者支援の社会政策重視の国家を再建する必要性を訴えた。首脳会議は貧困削減、格差是正などの課題で国家の果たすべき役割を強調した。 アスンシオン宣言を採択して閉会、ありがとうございます。